新番組世界の憲法ということで、本日からですね、いつものタイミングがありますけど新しい回みたいなねあるかもしれないですけど、もう何でも詳しい小野先生に、世界の憲法ということで、はい、1回につきですね一つの国の憲法について語っていただくというか、はい、いうことでやってまいりたいと思います。先生お願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、本日はですね、1回目ということでドイツ、はいはい、ということなんですけど、9月に総選挙もありまして、はい、その前に知っておくといいことがたくさんあるんじゃないかなと思うんですが、うん、はい、先生解説の方よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで何から話せばいいんでしょうかね。ドイツで、まあ、今度選挙があると、はい、9月ですね、はい、ありますけれども、連邦議会というところです、うん、ドイツは二院制を取っておりますので、はい、連邦議会と連邦参議院というですね、うん、2つの議会制度を持っておりますね、はいはい、そのうちの連邦議会という方です、はい、まあ、日本の衆議院みたいな感じでしょうかね。はい、で、ちょっと一応このレジュメというか、はい、先生からいただいたメモ、はい、いやしっかりしたメモをいただいたんですけど、ドイツの憲法典は、はい、憲法という名前はついていない。はい、あ、そうですね、はい、日本国憲法とかですね、はい、アメリカ合衆国憲法、連邦憲法みたいな、はい、そういう名前がついてないです。ということはなんちゃら憲法という名前じゃなく別の名前がついてる。別の名前です。はい、これ何なんでしょう。これはドイツで今使っている憲法典の、はい、まあ、役割を果たしているのが、はい、ドイツ連邦共和国基本法と。ドイツ連邦共和国基本法。はい、グルンドゲゼッツという名前がついていますね。グルンド、はい、基本的な、はい、ゲゼッツ法、グルンドゲゼッツと。ドイツ語もできるんですか。一応私大学院第一外国語ドイツ語ですので、はいはい、何ができないんですか逆に。いやできない、いっぱいありますよそれは。もう、すごいなと思って、はい、お姉ちゃん口説くとかいろいろできることいっぱいありますからね。もうね、はい、話を戻ります、はい。ドイツ、連邦共和国基本法、はいはい、基本法なんですね。そうですね、はい、で、ドイツ語で憲法というのがですね、はい、フェアファッスングスレヒトというですね、はい、別 の, 名前がついてまして、はい、フェアファッスングスっていうのが、まあ、憲法にあたるんで、うん、レヒトというのが、まあ、法ですので、うんうんうん、まあ、これで憲法典みたいな言葉になるんですけども、うんうんうん、そのフェアファッスングスレヒトという名前ではなくてグルンドゲゼッツと、うん、憲法じゃなくて基本法という名前になっているということになります。でこれはもともと歴史的な由来がありまして、はい、まあ、奥にいるディレクターさんが一番詳しいんですけども、倉山充っていうね、はい、人がいるんですけどね、はい、あの方が一番詳しいわけですけども、もともと1949年に、はい、まあ、ドイツが、まあ、西ドイツという形と東ドイツというですね、はいはい、DDL というですね、ドイツ、なんだ、デモクラテッシュライヒですか、うん、東ドイツという国と2つ、うん、まあ、ブンデスレプブリックドイツランドとですね、うん、西ドイツと両方できましたけども、うんうんうん、その時に西ドイツの政府がいずれドイツは東と西が統一すると、うん、で統一した時に憲法という名前の法を作ろうと、うん、はい、だから仮に1949年の段階で、はい、まあ、まあ、ボン基本法なんて言ってね、当時、うんうん、臨時の首都がボンでしたから、うん、そのボンで、まあ、憲法典を作るという時に、うん、じゃあ基本法というふうに名前を付けようと、うん、でいずれ統一したら憲法と名前を変えようというふうに言っていて、うんうん、で統一したはいいんですけれども、うん、統一した中でじゃあ憲法にするべえということを言おうとしたらですね、うん、一応その東ドイツと西ドイツが対等でまあ合併をすると、うん、その代わりまあ憲法として使っていくのはまあドイツ連邦共和国基本法でやっていこうという時に憲法と名前を変えて新しいものは作んなかったんですよね。実際そのままでいくと、うん、はい、でまあ、東ドイツが、まあ、ドイツ西ドイツに、まあ、編入という形を取ると、はい、もちろん対等でですけどもね、はい、だからそれこそ先頃亡くなったヘルムート・コールさんが、東ドイツと西ドイツの、うん、まあ、マルクですね、うん、ドイツマルクという通貨も対等で1対1でやると、うんうん、でも経済が結構大混乱したんですけども、うん、まあ、政治的にはあの時に統一、あそこしかもう多分できなかったと、うん、だからあれは高く評価されてるなんていうふうな言い方をするんですけども、はい、もう経済もそのまま統一、政治も統一という形でやっていた中で、もう基本法という名前でこのままでよくねっていうことで今に至っていると、うんうん、不具合
とか生まれないのかなってすごい気になるんですけど、まあ基本的にないと。大丈夫なんですね、うん、あのかつてだから東ドイツだったところと西ドイツだったところの経済格差っていうのは確かにあるんですが、いまだに実はあります、うん、失業率も違います、うん、なんですけれども、まあ不具合という、まあ、政治的な不具合というのはそんなにないと。そうなんですね、はい、まずドイツ憲法ってだから普通に使っちゃいますけど、実は憲法じゃないってことなんですね、はい、まあ、基本法という名前ですね。はい、じゃあ、あの次の話題に、はい、はい、いいですか。ドイツの連邦参議院は議員が誰かわからない、はい、議員が誰かわかりません、はい、どういうことですか。選挙しないってことですか。あのドイツの連邦参議院というのは、これまたあの、はい、俗に言うポンチエっていう絵を描けばいいんですけども、はい、もともとドイツ の, その参議院というふうな言い方をするんですが、うん、ブンデスラートという名前です、うん、でブンデスというのが連邦で、うん、ラートというのが英語で言うと RAT なのかな、綴りると、ね、ラートと言いますけども、はい、それもともとドイツにご旅行なんかに行かれた方なんかですとおなじみのですね、あのそれぞれのドイツあの町に市庁舎っていうのがあるんですよ。で、うん、市庁舎っていうふうに間違えて訳されてますけども、本当はあの市の三次会堂という、つまり市 の, その有力者の方々が集まってきて議論をする場所っていうのがラートハウス、うん、ラートのハウス、三次が集まるハウス、はい、街道というふうな形で三次街道なんていうのがあります、はい、でドイツの街っていうのはもうあの本当にあのなんですかね、金太郎飴みたいな、もうどこを切っても同じようなですね街の作り方をしてまして、はい、まずあの、まあ、プラッツと呼ばれている広場があります、はい、で広場にキルヘという教会があります、はい、で、マルクトというですね、うん、マーケットがあります、うんうんうん、で一緒にラートハウスというその市の三次街道があると、うんうんうん、で周りを城壁で囲んで、うん、その城壁の中をブルクという、うんうんうん、だからアウグスブルクとか、ローテンブルクとか、そういうブルクとか、あ、そういう風になってるんですね。でそこに住んでいる人たちをブルガーという、うんうん、でブルガーというのが市民っていう、城壁の中にいるからっていう、そういう、まあ、作りをしているんですけども、はい、その市の三次街道から名前を取っているようなラートというですね、うん、ブンデスラート、要するに連邦のそれぞれの、ライヒと言われている、うん、まあ、ランとですね、州というふうに日本語では多分訳されると思いますけども、うん、その、それぞれの州の代表者が集まってくるのがブンデスラートです、うん、はい、でそれぞれの、例えば今回は環境問題について、うん、まあ、ドイツ全土のあるいは、対外的な環境問題について扱います、うん、なんていう時にはそのそれぞれの 州のですね代表、うん、まあ、それぞれの州にも実はあの議会があって、うん、憲法があって、憲法もあるんですね、内閣も、内閣もあります、内閣もあるんですか。内閣もあります、はい、はい、でそういうふうな中の内閣の中の環境大臣たちが出てくる、はいはい、はい、だから例えば、はいはい、例えば何がいいですかね、だから7月の1日は環境問題を扱うので、はい、環境問題の専門家、部局の人たちは集まってください、で話し合います、はい、でもちろんそれぞれにあの、はい、例えばバイエルン州という大きな州があの南ドイツにあるんですけども、うん、だ そこからは例えばじゃ あの5人出してもいいですよとか、うんうんうん、で少ない州だったらじゃあ1人だけねとか2人だけねみたいな感じでこう集まってきます。うん、で7月の1日は環境問題で、次は財政問題を7月の3日に扱いますと言ったら、じゃあ財政担当大臣たち集まってください、うん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 、っていうことになると、なるほど枠は決まってるんですよ、はい、人数枠は、はい、ところが出てくる人たちって毎回違いますよね。話題によって、そうです。その出てくる代表者が変わってる。違います。はい。へえ。だから議員が誰かわからない。確かに。だから州で決まってる。州で枠が決まっていて、じゃあ代表者来てねって言って、それで扱う。じゃあ専門家が集まる感じになってるんですよね。そうですね。はい、へえ。全然違いますね。そうですね。はあ。だから議員が誰かよくわからない。確かに。うん。その時集まってきてるのが議員。そういうことですね。集まった人を議員と呼ぶ。集まった人を議員です。あ、なるほどなるほど。そもそも選挙が存在しない。あ、そうかそうか。その地区で定数だけ与えられる。そうだから、はい、じゃあ今回財政問題だからちょっと行ってくるべ、うん、え、また俺っすかとかいう感じで行くわけですよ。はあ、うん、なるほど、うん、じゃあその定数が何ですか、人口とか経済規模とか。そうです、そうです、そうです、それ決まれてる。決まってます。なるほど。それ決めて、定数だけ決めて、はい、代表者は後で、うん、はい、はあ、すごいな、うん、例えばその州のために死活問題で扱うようなテーマっていうのがあった時に、はいはいはい、その時に専門家が集まってこないと話にならないですよね。そうだ、例えば環境問題を扱っていて、はい、ある州に例えば、はい、まあ、原子力発電所を作ると、まあ、ドイツの場合ないですけども、はい、例えば原子力発電何分って話になった時に、はい、原子力問題の専門家じゃないと全く議論にならないですよ、それ、はい、
っていうのと、はい、全くあの同じケースなのが、例えばじゃあ今回財政だからとか、はい、あるいは司法だからとか、さまざまな問題で担当者が集まった方が、はい、まあ、合理的ですよねと。合理的ですね。合理的ですねという。原発に本当に詳しい人に話題してほしいなって、ね、うんうん、ちなみにドイツの場合は原発なくって、はい、全部フランスにあの電力依存してますけどね。はい、うん、あとよろしくっていう。はいはいはい、なるほど。うん、もう全然いろいろ違いますね。はい、全然違いますね。はあ、すごいな。はい。ですね、ちょっと最後の話題これがねちょっとね、はい、今日皆さん、これこそちょっとおかしいと思うんですけど、ドイツの連邦議会は定数がよくわからない。はい、よくわかりません。どういうことですか、定数もないんですか。いや、定数はあるんです。一応あるんですか。あの598議席って決まってるんですよ。はい、ところがあの今インターネットとかであのググっていただいてわかるんですけども、はい、今多分630議席ぐらい多分あると思います。618だったかな、ちょっと覚えてないですけども。じゃあ何十議席も増えちゃってる。増えちゃってる。うん、定数なのに定数じゃない、うん、定数だけど定数じゃない。はい、うん、で今日今回あのポンチ絵を作ってきまして、はい、ちょっと素晴らしい、ドーン、はい、あの倉山先生の前でドーン我々小さくなってますね。はいはい、で、まずあのポンチ絵第1ページ目ですけども、はい、ドイツの選挙、連邦議会の今度は選挙ですね、あの、はい、ブンデスタークという方ですけども、はい、この選挙っていうのは基本的に比例代表です。はい、で、比例代表で、5% を、取れないと、0議席という形を取ります。うん、自動的に。自動的にですね。はい、あの 5% 条項なんていう言い方をしますね。厳しいですね。はい、で比例代表が基本です。はい、なので、まず比例で枠を作ります。例えばこんな感じ。例えば A という政党が4議席取りました。うん、で、B の政党が3議席。うん、で、C が2議席、D が1議席、E がまあ 5% 条項に引っかかって0議席みたいな。はい、まあ、そういう感じで取って全部で10議席が配分されました。うん、まあ、よくあるケースですよね。はい、まあ、ちなみにあの色は全く関係ありませんのでね、はい、あの緑だからグリューネとかですね、あのオレンジとか赤っぽいからエスペーデーとか、そういうの一切なしですね。たまたまあの、はい、これあのワードで作ってたら色がこうなったって、それだけの話ですけどね。はい、で、まずこれが基本になります。はい、で、ところがドイツの場合は、小選挙区比例代表併用制とよく聞いている、うん、そういうね、うん、日本は並立制ですよね、うん、そういう仕組みを作っていますよ。はい、でその中で、小選挙区も実は選挙をやります。うんうんうん、で同じく例えば10議席をドーンとこんな感じで配分していきます。ポンチ絵第2幕ですね。はい、でその時に、まあ、例えばですけども A という政党が2議席 B 党が1議席で、はい、C 党が3議席、はい、D 党が2議席で E 党が2議席という形で取ったように見えます。見えます、はいはい、でも先ほどのポンチ絵1番で見たように比例代表が基本です。うん、だから小選挙区というのはあくまでも民意の反映の参考にするだけです。うんうんうん、でポンチ絵第3番ドーンという形で、はい、その比例代表で取った、ところに小選挙区で勝利した人たちをまず埋め込んでいきます。下の方から上に、はい、で例えば A 党は、比例で4議席、うん、小選挙区で2議席を取りましたので、うん、その2議席分というのが比例代表で2議席反映されます。うんうん、この小選挙区で勝った人がまず優先です。うん、で次に、例えば席配率とか、うん、あるいはその名簿順位で、2人入れて全部で4議席、うん、これが A 党。うん、じゃあ小選挙区2人比例2人、うん、そうですね、はい、はい、そうですね、はい、で B 党は1議席しか取っていないのでまず1議席その人が、うん、小選挙区の分を確保します。はい、で次に、2議席分を比例代表で、吸収していきます。うんうんうん、ところが C 党はどうなるかと言いますと、はい、これはあの比例で2議席取ってますよね。うん、ところが小選挙区で勝ったのは3議席分ある。うん、となるとこれどうするんだ、うん、というとなんとこれがですねドイツ特有の方法で超過議席と。超過議席、超過議席と。超過議席、うん、はい、あの超超える議席です。超超える、はい、超過分な議席、ね、はいはいはい、超過議席発生という形で、はいはい、小選挙区で勝った人も入れちゃう。うん、比例代表の枠に2人入れて、3つ目も作っちゃえ。はあ、うん、で D 党も同じ感じ。そうですね、 D 党も、はい、比例は1議席で、うん、小選挙が2議席なので、うん、その、差分の1議席分が増えてるってことですね。そうですね、はい、じゃあ最後 E 党はどうなるかっていうと、はい、小選挙区では勝ってるかもしれないけども、はい、この選挙って比例がまず基本です。はい、なので比例区で受け皿がないと議席はゼロです。うんうん、残念、うん、だ小選挙区で勝ってもしょうがないっていうのが、実は前の、実はあの選挙ですね、はい、2010
2年だかな1年だかそのぐらいの選挙があったと思いますけども、うんうん、その時に実は当時ドイツは、CDU CSU というですねキリスト教民主同盟社会同盟という、政党と、FDP というですね、自由民主党という政党が連立を組んでました。で自由民主党が選挙戦った時になんとこの、比例がゼロ議席、要するに、5% 条項に引っかかって、比例区で全く議席配分がない、でも小選挙区が勝った、ところが比例区で枠がないからゼロ議席、ゼロ議席だから確か小選挙区60何議席取ってるはずなんですけども、そんなにですか、だからもう全部ダメ、全部なしっていう風な形でゼロ議席ということになりました、で、ドイツの当時のメルケル政権が自由民主党もそんなことになっちゃったんでどうするかって言った時に、社会民主党と大連立を組んで、今の、CDU、CSU と SPD というですね、大連立を組んで今度の選挙に臨むと、なるほど、だからそれこそ、自由民主党にとってみれば剣道将来な選挙になりますし、ドイツのための選択というですね、新しい政党が今度、連邦議会に議席を持つかどうか、持つとすればどのぐらいになるのかなんていう選挙になっていると。で、最後の、図を見ていただくと分かるんですけども、小選挙区で、吸収をしていって比例代表の選挙区で、A 党が4議席、で B 党が3議席、C 党3議席で D 党が2議席、で E 党が0議席ですから、あれこれ10議席配分するんじゃないの、もともとそうですよね、でも数数えたら12議席あるよ、4たす3たす3たす2たす0、12です。でそれが超過議席っていう、はあ、なるほど、その、だから598議席に対して600以上になっちゃう、へえ、しかもかなり増えるんですね、かなり増えますね、はあ、すごいな、民意の反映はそのぐらいしてもいいんじゃないのっていう、ドイツの枠組みっていうのがまさにこれで、ですので今回、9月に選挙がドイツであります、で、まあ、それこそ社会民主主義といいますか、リベラルといいますか、左翼といいますか、そういう政党が、復権するのか、それともやっぱり保守勢力でいくのか、あるいは、極右とも言われているような、ドイツのための選択が、頑張るのか、そのあたりが、見どころになるという選挙で、なるほど、今後のですねメルケル政権の、政権運営にも関わってきますし、例えば FDP というですね、ドイツの社会、自由民主党が勝利をしたときに、じゃあSPD というドイツ社会民主党を切り捨てて、CDU、CSU というキリスト教民主同盟、社会同盟がそっちを組んで、いわゆる保守連立政権を取るのか、捕獲政権にするのかと、いろいろとですね、枠組みどうするのかというのは、イギリスの、この間、メイ政権、発足しましたけど、連立政権で発足しましたけども、あれと同じようにですね、連立政権でおそらくやらざるを得ないと思いますから、その時にどういうことになるのか、それによって経済政策とか全部変わってきますので。かなり見どころが満載と、ね、でさらにその選挙を見るために今日のお話もかなり、知っているとすごくよくわかると思いますんで、ビールとミールを片手に枝豆食いながらですね、池上彰先生のですね、選挙特番見るというのを大体皆さんやってらっしゃる、あれと同じようにですね、選挙せっかくね、やるというんであればこう見てですね、じゃあ9月にもう一回検索にかけていただいてご覧ください。ちなみにですね、ドイツの、CDU、CSU というですね、キリスト教民主同盟、キリスト教社会同盟という2つの政党があります、でよく CDU、CSU なんていう言い方をしますけども、CSU というですね、キリスト教社会同盟というのは実はバイエルン州しかないんですね、でこれは伝統的に、カトリックが強いからと言われています、他の地域だとプロテスタントとかね、他のもあるんですけども、カトリックが強い、やはりバイエルン州ではキリスト教社会同盟というですね、沖縄社会大衆党みたいな感じですかね、なるほど、分かりやすいですね、社民党と一緒にやってます、でも沖縄だけ社会大衆党ですみたいなね、そんなノリで、一緒にやっていたりしますね、先生盛りだくさんで、ぜひ9月の総選挙のために、しっかり予習をしていただきたいと思います。では先生ありがとうございました。ありがとうございました。